改めましてこんにちは。今録画を開始しました、すいません、時刻は2012年7月2日、午後5時48分を回ったところです。こんにちは、IWJ 愛媛中継市民の本の子です。ただ今、愛媛県議会前において、伊方原発再稼働に反対する原発再稼働ネットワークの皆さんによる呼びかけが行われています。この模様はですね、今日から県議会やっております。県議会が来週までなんですけれども、今週1週間、月曜日から金曜日まで、毎日の、午後5時から6時まで、行われるということです。本日から金曜日まで午後5時から午後6時までの1時間呼びかけが行われるということです。こちらの方は、ご覧になってで分かってもらえると思うんですけれども、県職員の皆さんが通られる場所でもあります。ちょっと回りますね。こちらの建物が愛媛県議会議事堂になります。で、この県議会議事堂の隣にありますのが愛媛県庁です。ちょうどこの時間帯ですと、県の職員の皆さんが、正門から帰られる時間帯になりますので、こちらの方々というか県議会の関係の方々に、伊方原発再稼働反対の呼びかけを、今ちょうど行っているところです。先ほどはですね、通りがかった、学校帰りの女子学生の皆さんとお話をされている、非常にこう好意的に迎えてくれたようで、非常にお話も弾んで結構でした。ちょっと音がうるさくてすみません。町田の名物の、電車です。たまにぼっちゃん電車というのが走ります。ぼっちゃん列車か、失礼しました。再稼働を止めましょう。反対署名を集めています。ないですよね。だから絶対多くの人手がいるし、
分に着いたのでね、すべて54分に立ちたくなるとはね、なかったですよね。だからそれが人気になったんですよ。今からまだアンゴールは最下で来るんだけど、まだもう一回止めることもできると思うし、これをね、4号、味方さんの形でね、またなんかのオセロゲームみたいに気がついたら今やってるところですね。三方原発は南予にあるんですよね。今まさに4月22日から癒し博って言って観光イベントを催してるんですけれども、やはりもしものことを考えると南予に皆さんいらっしゃいって本当は言えないはずなんですよね。だから原発のない四国ということでものすごい大きな癒しになると思うんですけど、発想を変えてほしい。何を癒すか、深田原発のすぐそばの町であるんですよね。すごくこう愛とかいうのを言うんですけど、深田原発は愛ではないですよね。愛とは対極にあるわけだから、愛の顔と書いて笑顔の愛媛県というのが、まあ、県知事のキャッチフレーズなんですよね。でもそれは違う。冬の後は本当に愛の顔なら原発はなくさなければ、
橋再稼働反対の署名を集めています。お願いします。はい、再稼働反対ですね。はい、原発再稼働反対の署名を集めています。今署名してもらっていたのが、これはどういうふうな署名でしょうか。ね、あの彼はなんかあれを見ながら来て、そしてあの止まって、あの振り返って署名してくれたんです。はい、それが伊方原発を稼働させないでくださいね。はい。ちょっと見てますが。はい。で。今日だけでこれだけの人数書いていただいたということですかね。今日はここで、はい、9人です、はいはい、ちょっと結構ね、なんか地元の、あの八重田浜市の出身の人とかで、そういう人たちが本当にいろいろ難しい問題があるけど、やっぱりちょっとね、今来られなきゃいけないかなって感じで、うん、います。はい、そうです。とはいえ反応があるんで、ちょっとびっくりした。そうですね、うん。Thank you.
はい、ということで、時刻は午後6時を回りました。本日の呼びかけはこれで終了となります。県議会前の呼びかけは、先ほども言いましたけれども、今週月曜日から金曜日まで、午後6時から6時までの間で、今週いっぱい行われる予定です。お手すきの方、興味のある方ありましたら、こちら片原発大稼働を止めましょう。はい、一としましてはこういう風なところです。松山市の方はちょっと、ご存知の方も多いかと思いますけれども、大体ですね、こういう風な、市電が走っているところですね、こういう風なところです。改めて、こちらの方が隠れてる。はい、こちらの方が県庁です。この通りに面しているこの、緑のドーム状の屋根がありますね。こちらが愛媛県庁で、その隣にあるのが愛媛県議会議事堂になります。こちらの前の方で、活動を行っております。こちらの方もちょっと自分の方もですね、ちょっと仕事の都合がありますので、毎回来れるかどうか分かりませんが、可能な限り、中継出せるときは出したいなと思っております。また、次のときに、中継出せたらいいなと思っております。で、はい、本当に今、ノートパソコンで画面確認してるんですけど、真っ暗で本当に何も分かりません。見ている人数すらわからない状態ですが、確かに画面は見えていたようなので、ちょっとホッとしています。見ていただいた方、本当に緊急のことでしたが、見ていただいてありがとうございました。はい、ということで、以上、松山市から、中継でした。以上で失礼いたします。ありがとうございました。署名18に集まったそうです。本日の1時間で、伊方原発再稼働反対の署名が18に集まったということです。はい、お疲れ様でした。失礼いたします。これが入った方がいい。愛媛何を癒しはるの？なんかすごい嫌味な、この建物が。